上新電気鉄道で、波20系電車。上新電気鉄道で、波20系電車。上新電気鉄道で波20型電車は、かつて上新電気鉄道、現上新電鉄に在籍していた、直流用電車である。本校では同様の車体を持つ制御付随車であった、区波20系電車とその前身となった、区波20系電車についても述べる。で波20型が4両。 区ハ20型が3両の、計7両が在籍した。いずれも、台車、台枠その他機器の流用によって登場した形式だが、書類上は心臓と木造車の交代化及び、在来車の車体更新名義のグループに分かれる。またすべての車両が、タブレット交換のために運転台を、進行方向右側に配置していた。でハ20は1926年。 大正15年記者会社制の元鉄道省で、派3万3500系ので派3万3535 35が、鶴見臨港鉄道も、派301を経て、1945年、昭和20年に、戦災廃車になったものを1950年、昭和25年に譲り受け、1951年、昭和26年に、大枠と大車を利用して、三和車両で、 申請名目の構成者として復旧したものである。客用扉部分を除く車体の裾部分が、外から大枠が見えるほどに大きく切りかかれた腰高な、体と両正面ともに非貫通型の運転台である、ことが特徴であった。ハ二21は1925年に社会社製の自社の木造車で、ニー一応1958年、昭和33年に、 3は車両にて交代化したものである。この最大車は、ブリル 27MCB-2 から TR14-2、主電動機はシーメンス DJ11 バイト、端子電圧750ボルト定格出力5 0ットから、国鉄正式の MT4、端子電圧675ボルト定格出力8 5ットに変更された。デハ十二とデハ十三は、改めき、 電化に合わせ1924年、大正13年に申請した、デハイチ計4.51960年、昭和35年に、それぞれ西部所沢車両工場と東洋工機にて交代化を行った。この際で、ハ21の時と同様に、台車、手電動機の変更が行われた。また、デハ22のみ、後年、歯車比の変更、13.21、 3.42が行われている。クハ20は、自社サハニを1956年、昭和31年に後退化改造したもので、台車は当初 27MCB-2 を再利用したが、後に TR14 に変更された。区二21は1959年、昭和34年東洋後期製の新造車だが、台車は当初木造車から流用した。 記者会社製 KSK-3H を装備した。これは後に 27MCB-2 への振り替えを経て、最末期には TR-14 を装備した。区二22は後日の区ハに2 0系、区波に21を1961年、昭和36年に西部所沢車両工場にて大枠を延長した、上でメートル扉の車体を新して、 乗せ替え、改版したものである。この際、ベンチレーターはおわ型から上進、電気鉄道初採用、かつ旧型車唯一のクローブ型へ変更されて、異彩を放っていた。川崎車両製の元ととよ鉄道の構成車である、国鉄モハ1600系、電車1601号1958年、昭和33年に譲り受けし、 三和車両で一部機器の改造を行って1959年に空波に21として竣工した。この際車体は手を加えられず、深い丸屋根とおアン型ベンチレーターが特徴的ないわゆる川造形のままであり、側面扉はすべて片開き式で3箇所。手荷物扱いを行うために過重2トンの荷物室を設け、台車は 種車社の TR14 から 27MCB-2 に変更されている。前述のように1961年には、車体更新によって区波2 0軽区波22となり、登場からわずか2年ほどで、形式消滅している。いずれも16メートル級、もしくは17メートル級車体であったが、60年代、初頭の段階では輸送力増強のために、 在来車両のうち数編成を19メートルないし20メートル級へ、車体延長する計画が存在した。しかし、その後新造車である200型を導入する計画に移行したために、本系列では前日のようにクハ22のみが施行されている。クハ20軽前車とデハ23は、片運転台、デハ20型は前日のデハ23を除いて、両運転台構造であった。 また、デハ22.23、クハ21.22は、ノーシルノーヘッダーであった。主制御機は、ウェスティングハウスエレクトリック、または三菱電機製で、電磁空気単位スイッチ式手動加速制御、HL 制御の HL15D で、デハ20系の主電動機は、国鉄払い下げ品の MT4 を一両あたり、元搭載した。台車はいずれも、 単造台車枠を備える釣り合い常識台車であり、手ハ20型はやはり国鉄払い下げ品の TR14、区波20型は木造車からの流用で当初区波21のみが、KSK-3H 台車、残りの2両は 27MCB-2 台車を装備したが、後に、KSK-3H は廃棄され 27MCB-2 に変更された。 またクハ20、クハ二20ハ二21は前日のように後年 27MCB-2 から TR14 に振り替えられている。制動装置は M 弁を使用したアム自動空気ブレーキを採用した。本形式はデハ10系、クハ20系、デハ2三3 0型といった旧型車の中でも最も在籍数が多く、1950から70年代の上新線において、 主力として活躍した。しかし1980年、昭和55年からは、上新線近代化計画の一環として100系、250系、6000型によって置き換えが開始され、1981年、昭和56年度末までに、予備車のデハ23と入れ替え作業用のデハ22を残して、廃車解体された。残った2両は引き続き在籍し、 1985年、昭和60年には、ATS の設置改造なども行われたが、1991年、平成3年に、デファ23が、続いて1993年、平成5年に、デファ22が、廃車となって、本形式は消滅した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。